皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原ひろみです。 J リーグ TV 始まります。原さん、今回は以前この J リーグ TV で取り上げておおむね好評をいただいた VAR の舞台裏第2弾になります。あ、舞台裏だ。なんか月1ぐらいでやるとか言ってなかった？ちょっと時間がかかってしまいましたね。そうだな、まあ忙しいからね。あの VR 担当だったり審判委員会の方もね、まあだから定期的にアップデートっていうかね、あのいろんなことをこう皆さんに伝えられればというふうに思いますんで、じゃあ今日やっと第2弾っていうことか。第1弾やってみてどうでしたか？いや、やっぱりあの中のあの緊張感とかさ、もちろんこのピッチ上ではみんなこう固唾を飲んでこう早くしろよとか思ってるけど、うん、中であんだけ大変なこととかやり取りがあるっていうのはね、臨場感があって、いや大変だと思って、あの前回も見てた記憶はあるけどね。というわけで、うん、今回もゲストは J リーグ審判デベロップメントシニアマネージャーの大木屋健二さんに来ていただいております。大木屋さん、どうぞ。こんにちは。お、こんにちは。今回もよろしくお願いします。人気者だからね、忙しいから。いやそんなことないですよ。月1回ぐらい出てほしい。月1回ぐらい ね、やりたいですね、やっぱり。あ、やろうよ、はい、うん、だから出てもらいましょうよ、どんどんな、はい、はい、ぜひ皆さんに伝えてもらってね、いろんなこの裏をね、はいはい、そうですね、はい。小木屋さん、前回やっやってみた後の反響とかって何かありました？まあやっぱりこう、前回はオフサイドっていうか得点のチェックの話をさせてもらいましたけども、やっぱりああいうことって本当に知られてないことがやはり多いんで、クラブの方とかからもあんなことやってるんですねって、いうお話はやっぱりいただきますよね、はい。で、今回のテーマなんですけど大きく2つあります。1つは VAR は数ある中継カメラからどのようにして映像を選んでチェックしているのかっていうことで、もう一つはオンフィールドレビューの際にどのようなことに注意して主審に映像を選び見せているのかということ、この2つについてお話ししていきたいと思います。それでは今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回は明治安田生命 J1 リーグ第21節の柏レイソル対横浜 F マリノスのシーンを取り上げて見ていきたいと思います。まずは実際の試合映像をご覧いただきます。こちらです。岩田ヘディング入れ替わった、中に運んだ、神谷いった、スルーです。マルコスジュニオールのファール。今の映像は横浜 F マリノスのマルコス選手のファールのシーンですね。で、主審の谷本さんはこの時ファールは取ったんですけども、まあ、特にカードを出すというようなことはありませんでした。ではここからはこのシーンで主審と VR とでどのようなやり取りがなされているか、VR 版内の音声を入れたものでもう一度見ていきたいと思います。どうぞ。どうかな、いいよ、気をつけろ。パスボールファール、うん、踏んだっぽいぞ。やらしいな。待って。VAR トレフリー、ディレイ、ちょっとディレイください。もう一回ちょうだい。ちょっとあんた、もし必要だったら声かけてもらっていいですか？ファールよ、ファールはです。さっき話したやつしてたよな。確認はしてる。そうっす。ん？先にちょっと話を。うん、まあ、判断は任せるよ。自分で判断して。谷本さん、飯田です。はい、聞こえる？ちょっと喋っていい？どう見た？ね。うん。足の裏を向いてるけど、うん、接触がそこまで強くないっていう感じで、ちょっと力が逃げたっていう。なるほどね。あのね、はい、柏の39の左足が地面についてるときに、はい、マルコスの左足がアキレス腱の上のあたりに当たってるのね。で、はいはいはい、その力のせいで足首はかなり折れるのよ、グリッと。あ、オッケー。どうする？見て自分で
決めることはできる、うん、どうする一つでいきます。それで映像準備してもらっていいですか。映像準備しようか。 OK、 これ APP ラインはねいいんだよな。乱暴のあれだよ、はい、そこだけです。じゃちょっと、はい、うんいいよ。じゃあ今ポイントオブコンタクト2画面用意した映像と静止が止めてるから大丈夫そうかな。もしよければ見るんだったら準備できてる。選手はどう。じゃあ行きますね。ちょっと、うん、いいよ。準備はできてるよ。見るんだったら。あ、こっちに入れてもらった方がいいんじゃないかな。ダメか。いや、あっちが行く。ポイント。ちょっと前から多分動かしながらで、うん、最後ポイントオブコンタクトがいいんじゃないですか。勢いとかも分かんないと思うので、うん、止めた状態だけじゃなくて。これね、ノーマルスピードで見せる。ノーマル。うん、いいよ。ノーマルスピード。なんか回しますかね。ついた。来ました。お願いします。はい。いいよ。ここから流して。今流すね。今流して、はい、さっきの映像これがあたノーマルスピードなの。回して向こう側に行ってもらっていいですか。スローで行くよ。 OK、 スローでお願いします。頭から頭からもう一個前。もっと前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 からも出して、はい、この後ループで、はい、ここあでもこれ一瞬かぶで当たった瞬間の静止画右の映像見てくれる。ポイントオブコンタクトで一回止めて。ポイントオブコンタクトで一回止めて。ポイントオブコンタクト止めてくれる。もっと前もっと前ここまで先ここまでこの瞬間 OK で、こういう状況なんだけど、はい、スパイクより上のアキレス腱に当たったで、OK、ですどちらにしてもあなたの判断は尊重できると俺は思ってる。了解です、うん、それなーでもな結構強いな。赤出します。赤にする。いいよどっちでもサポートはするよ。はい赤でいきます。 OK、 OK、 はい選手は立ち上がってくるでいいな。じゃあ OK だな。よし、はい、ファールは最後に今ファールの10番ね。見たごめん俺と映像を見たのと俺のとは違うかったというような映像だったんですけども、大木屋さん解説をお願いします、はい。まあ前回出させていただいたのはこう比較的ね得点のチェックというところだったんですけど、今回はレッドカードになるかどうかというところを お話しさせていただきます。まあ、ジャッジ動向っていうのもあるんですけれども、まあ、そこで何をしてる、VR とか主審が何をしてるかって結構緊迫感がこう、ご覧になっていただいても伝わると思います。非常にやっぱり緊迫した状況で難しい状況、選手も興奮しますし、その中でこう審判員、主審がしっかりこう毅然と何とか対応しようとしていただいているところなんですね。で、まあ、映像でまず映像というか事象の確認ですけれども、横浜の10番マリコス選手はやはり、自身の左足ですね、全ての体重を相手のこう足の方に乗っけてアキレス腱のあたりにこう入りました。確かに、勢いとかはないんですけども、やっぱりこう非常に負傷の危険があるプレーだったというふうに思います。レフリーは現場ではファールというジャッジだったんですけれども、VAR が映像を確認するとレッドカードの可能性が高いということで最終的にオンフィールドを進めたという場面なんですね。で、まあ、とかくこうジャッジとかそういったことにどうしても焦点って当たるんですけども、その裏というかで VAR が何をしているか、またどういったものを選択、映像をどういったものを選択しているかですね、どういったものを見せようとしているかっていうの、そういうのをちょっと皆さんにまた知っていただくにはいい映像だなというふうなことで用意させていただきました。で、今回のポイントとなるのはどのようなところなんでしょうか。はい、まずこの場面では何個かカメラがあるんですね、実は。で、VR はこの2つをまず最初見ました。ただ、はい、中継で出てくるメインスタンドの引いた高い位置からのカメラだったり、はい、違うカメラも実はありますと、うん、まあ、今回の場面だとこうやって4つぐらいのカメラから見えるんですね、実は。で、要はVR は今この段階では映像を見てポシブルレッドの可能性があるということはオンフィールドする可能性がありますよね、うん、そうするとまず自分でどういった映像で確認するかもありますし、その先にはオンフィールドレビューで主審に何を見せるかっていうのもやっぱり考えなきゃいけないんですよ、うんうんうん、そうすると、まあ、リプレイオペレーターがこう4つぐらいのカメラ用意していただいたり、または自分で探したり、してこう決めていくんですね。
でこの作業は結構やっぱり大変で、要は一気にパーンって4つは見れないんですよね、はい、そうすると1つずつ見ていかなきゃいけない、うんうんうん、そうするとやっぱり、時間もかかるし、決定までのなんですかね、プロセスがこう長くなってしまうというのはあるんですよね。でやっぱり例えばこの映像でどれが見やすいとかありますか？原さんいかがですか？これだと2とか4とか分かりやすいよなと思うけど。そうですね、はい、確かにだよね。そうだと思います、うん、まあいろんなあの見方はあると思いますが、まず3番は接触点が見えないんでちょっと分かりにくいんだと思うんですよね。であとはやっぱりこう VR として気をつけなきゃいけないのって、例えば1番と4番っていうのはどちらかというと同じようなアングルからのカメラですよね、うん、そうするとあんま意味がなくて、やっぱり2つのアングルからこう見せるようなものがいいと思うんです。で実際にはこの試合では1と2見せてるんですよ。1と2を見せる、はい、はい。でやっぱそこは難しいところで、実は4番っていうのは中継の映像で、後でスローモーションでこうダゾーンの映像に出てくるやつなんですね。そうするとそれを探してないと結構難しくて、結局1と2にしたんですけれども、後で振り返るとやっぱり VR を今回やってたあの飯田さんもやっぱり4の方が良かったんじゃないかと。そうすると例えば2と4とか、2はこう全然違う角度のカメラですよね。で接触点もすごく分かりやすい。で4番はどのぐらいこう足首がまあ曲がってるかとか、そういったものも見える、まあ、そういったものをいい、どのカメラをチョイスするかっていうので、やっぱりこう印象って変わってくるんですよね。3番なんか出しちゃうともう正直分かんないですよね。でまあそういったことで、それを2画面で見せるのか、または1画面で見せるのかって選択肢もあるんですよね。 4番を例えば大きくして1画面で見せるっていうこともあると思いますし、2番と4番だったりを並べて見せたりとか、まあ、そんなことをあのいろいろ実は考えながら、やっぱりオンフィールドレビューする前にまずそれをやってるっていうのは一つあります。あの基本的な質問なんですけども、はい、VAR が見れるカメラの台数というのは中継のカメラの台数とほぼ同じということなんですか？12台ですね今は。で J リーグの場合今12台で、ほとんどの試合やられてると思います。もちろんこう今後ルヴァンの決勝とかになるとカメラ台数増えると思うんですけども、そうした場合にはその中から12台を選んで使うってことになってます。マックス12台からじゃ絞らなければいけないということなんですね、常に。そうです。で通常の試合だともう12台って決まってるから、まあ、そのまま全部いただければいいんですけども、例えばカメラ20台の時もありますよね、たまに、はいはい、そうした時はその中からあの事前にこのを選ぶっていう風なのを決めてから使ってるんですね実は。そうすると逆に中継のカメラは持ってるけど我々は持ってない映像もある可能性はあります。あ、そういうことなんですね、はい、それは怖いし、だからあの VAR の人たちにいつも言ってるのは、ちゃんと中継の映像は必ず見るようにしといた方がいいですと。なんでかっていうと、やっぱ中継の方たちって早いんですよね、作業が。だから結構すぐスローが来るんですよ。でそれがすごいいいスローが大体来るんですよね、はいはいはい、だからそういうのもやっぱちゃんと見といてねくださいねっていうような話はしてるし、実際に実践していただいてるんです。ただタイミングによって、この場面だとオンフィールドレビューまでいろんな時間があるから、後で映像が来るってこともやっぱあるんですよね。そうすると結構本当はこっちの方が良かったんだけどっていうのがどうしても出てしまったりもしますね。原さん、今のを聞いていかがですか？まあ、何をやっぱり見せるっていうのは結構短い時間の中でね、時間がいくらでもあればいいんだけど、限られた時間の中で、だから今の写真で言うとやっぱり2とかやっぱり4あたり、2を見れば、はい、やっぱあの位置に入ってるって、後ろからあの位置をこう踏みに行ったっていうのは、よく遅れて足踏んじゃったとかってのあるけど、あの高さに来てるっていうのは、もう我々この現場の感じで言うと、いやこれ危ねえなっていう、そういうふうにすぐ分かる。だから本当はレッドでおかしくないなって、あそこに入っちゃったらっていうのは、あれさえ見れればすぐ判断できやすいかなっていう感じはするね、うん、だから何を出すかって選択は大変だね。これは結構大変ですね、やはり、はい、実際に起こってからじゃないとどんな絵になってるか分かんないですから、それをまた一から探していくっていうのは結構な大変な作業だなというふうに思いますね。確かに出身の谷本さんだってね、はい、ノーマルの時はまあ危ないとは思ったけど、そこまで危険じゃないと思ったっていうのは、
普通のプレーだけだとそんな感じには見えたよね。だけど後から見たらこれちょっとやっぱりまずいなって、彼自身も映像見たらすぐあこれは赤ですねってすぐ言ってたから、やっぱり何を出すかって本当にこうコンビネーションがやっぱ必要だね。そうですね。でまず谷本さんがそこでちゃんと自分の見たものと映像で見たものが違ってるっていうのは理解して判定を変えたっていうのはやはり彼のすごいいいとこだったなというふうに、やはりなかなかねそれをするっていうのは非常に大変なことなんですよね。実はレフリーにとっては自分で一度決めたジャッジっていうのをもう一度変えるっていうのは本当大変なんですけど、そういったことをちゃんとできたっていうのは良かったというふうに思います。でなんかあれだよね、 VR のあれは誰だ、飯田さん、はい、そうです、はい、でも彼もやっぱりそのレフリーの判断を尊重するっていうふうにすごい言ってたじゃん。その映像は見せるけど、はい、我々こういうふうに見えてるけど、うん、レフリーの判断を尊重するよっていうような、うん、支持するよっていうコメントってすごくいいなっていうかね、それは感じたけどね。そうですね。あんまやっぱ VR っていうのはあんまりいろんな意見を言いすぎるのは良くないというふうに思います。基本的にはそんなにこうなんていうんですかね、自分の意見っていうのを言いすぎるとやっぱりそれに引っ張られる可能性があるんで、実際に起きた事実を見てもらって、あとは決めてくださいっていうスタンスでいいんだというふうに思います。あとはこのレフリーレビューエリアでどういった手順でこの映像を見せるかっていうのも実は大事なんですね。オンフィールドレビューのちょっとオンフィールドレビューの時の映像を流していただけるとありがたいんですけれども、はいはい、ちょっと前から多分動かしながらで、はい、最後ポイントオブコンタクトもいいんじゃないですか。勢いとかも分かんないと思うので、はい、止めた状態だけじゃなくてこれねノーマルスピードで見せる、ノーマル、うん、いいノーマルスピード、実はここにもまあいろんなこう考え方があって、今回は普通の映像を見せて次にスローを見せて最後にポイントオブコンタクトというような足の裏がここに入ってますっていう風なものを見せました。なんですが我々がまあこういったタックル、こう強い力のタックルとか時というのはやはり本当は最初にどこに足が入ってるかっていうのを本当はしっかり見せて先に上げた方がいいんですね。最初にノーマルスピードを多分 3,4 回こう流したんですけれども、実際にあれだとよくわかんないんですよね。我々がいつもまあ研修会とか開幕前のトレーニングでやっぱ言ってたのは、最初は少し離れたとこからのスローのを見せて、スローでスローとかコマ送りで見せて、そこでじゃあここに当たってますっていうのを先に主審に見せてあげて、これがこういう力だっていう最後にこうノーマルスピードを見せた方がよりこうスムーズに実際には把握しやすいんですよね。まあそういったところも結構実は大変で、2人の VR と AVR が中でいろんなことを話しながらこういうものを見せた方がいいんじゃないかっていうのを、やはりそれをやっていただくのはすごくありがたい作業なんですけど、基本的な流れっていうのは本当はその方が実は分かりやすいですし、まあ日本の場合っていうのは J リーグの場合はですね、お客様もしくは選手もピッチ上で見てますよね、うん、そうすると先にここに当たってるっていうのを見せちゃうと、もしかしたらあれって選手も全体的にああそこに入ってると厳しいかなっていうのが伝わる、うん、ということもあるんで、まあ、ここもやっぱりこういろんな考え方というか見せ方のやり方あるんですけども、基本的なところは本当はそうなんだっていうのをお伝えしてですね、少しでも VR をご理解していただければというふうには思いますね。これそうすると通常はスローを見せてからノーマルスピードっていう流れになるんだけど、今回はあえてノーマルスピードから見せたっていうことなんですよね。まあ、あえてなのか2人で話をして、実際に、AVR の山岡さんが先にそう見せた方がいいんじゃないかっていう、それを受け入れて VR の飯田さんもそうやっていただきました。それを私は何も否定するつもりはないですけれども、主審が見るっていうことなんで、やっぱ人にどう見せるかっていうところ、今回であれば主審もそうですし、ピッチ上の選手、サポーターの方っていろんな方を見せるときにどういうふうに見せるのがいいか、またそもそもその VR のそういったもの、例えばハンドなんかでもまずここに当たってるんだよ、で後でその次の普通のノーマルスピードを見せればそれが不自然なのか、いやそれとも妥当性があるのかとか、そういうことは分かるっていうことなんで、まずどういうことが起こってんだっていうことを本当は伝えてあげるとより分かりやすくなるっていうところなんかも結構やっぱりこの VR ならではの、ところなんで、非常に心配の皆さんも大変だなというふうには思いますね。原さんいかがですか。
まあそうなんだろうなって思う反面、うん、やっぱり最初にそのスローとかさ、ちょっとそういうので見せるといいところもあるんだけど、うん、よりそこだけクローズアップされて、うん、なんかノーマルで見てるときと違う、その例えばハンドにしてもなんかこう当たってるか当たってないかもこの角度によってはさ、うん、完全に当たってるように見えちゃったりとか、まあ、ただこの足の場合は割とシンプルだと思うんだよね。あの高さで、あのアキレス腱より上にこう足の裏が入っちゃうと危ないってのは、まあ、分かりやすいところなんだけど、ハンドかどうかみたいなのって見る角度によってすごいこう難しいじゃない。あとは PK かどうかも難しくて、それをスローで見せると余計なんかこう悪質に見えちゃったりとか、あのそういう風になるからすごい難しいな、そこら辺ってな。あのどっちが正解ってやっぱねえんだろうなっていう風に思う。その中であの時間が限られてるっていうその緊張感、その中でどういう風に見せるかっていう、本当に大変だなっていうのがわかるね、こういうの見るとね。あのまさに原さんおっしゃられるようにスローって本当に危険なんですよね。だよな。なので先にスローを見せるんです。で最後にノーマルスピードで判断してねっていうのが流れなんです。あ、そういうことか。そうそうそう、だからノーマルスピードで全部最後判断するんだと。だから先にスローを見せちゃうんですよ。原さんのおっしゃってることまさにそうなんです。で、そのロジックでいくと最後はノーマルスピードで見てねっていうふうに決めてねっていう風になってくる、ね、逆にそういう風に聞けるわけじゃないってね、はい、だから、はい、そうなんです。ただ最初スローで見ちゃうとなんとなくそこにこう刷り込まれちゃってさ、うん、っていう部分もある、はい、ある部分もあるし、だけど難しいよな、あの難しいです。だから本当に難しいなって、入ったら入ったで難しさってはあるけどね、ただ多くのこの目があるっていう面ではあの納得性はあるのかなっていう感じはするよね、うん、そうすると VR はたくさんあるカメラの中から短い時間で適切なカメラを選んでチェックする必要もあるし、その技術も求められると。そうですね、はい、でかつオンフィールドレビューの時には主審を悩ませてはいけないので、うん、そこも瞬時に短い時間の中で適切な映像をどう見せるかっていうことも求められるということですね。 VR がなければこういった仕事というか作業はな、かな、絶対ないわけですから、それをやんなきゃいけないレフリーはまあ大変だなというふうに思いますね。なんかあの映像を見てると この見てる方も息が詰まるよね。あの狭い空間の中でさもうこう短い間にこう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 ってやっても、息がなんか止まってて、はーって息が吸えない感じになるもんね、あの話を聞いてるだけで。だからどうしても本当はもっと丁寧にとかいろいろ言ってるんですけれども、やっぱりあの中入ると本当そんな簡単なことじゃないんですよ。やっぱり多少言葉も何て言うんですかね、丁寧じゃない言葉も当然出てしまうんですよね。それはピッチ上もそうだし、でそれはもう仕方ないと思うんですよね。選手だってやっぱりいろんな感情がこう入ればいろんな、ね、言葉は出る。でもレフリーはあんまりそれが出すぎると良くないんですけども、まあそこら辺も非常に、やっぱり大変だなというふうに、は思いますね。あの谷本主審があのレッドカード出した後、ごめん俺が間違ってたみたいなことをおっしゃってたんですけども、はい、まあ、これは本人と話したわけじゃないからあれですけども、私が思うには、自分が見たただ、ファールというだけのジャッジは間違ってて、やっぱり映像で見るとレッドカードだったっていうことをお伝えしたのかなと。ただやっぱりね、選手、あの審判員ってなかなかごめんって言うの実は大変なんですよね。やっぱりでも映像で見て、だからそこにこうVR があると、やっぱり審判員ってこう自分のジャッジを一回こう自分自身で否定して、次に向かっていかなきゃいけないって、ここは本当にいろんな審判員と喋ると、そこのメンタルの立て直しっていうのは本当大変だっていうふうに言ってますし、副審の方たちはそもそも自分たちでほとんど見ないでジャッジだけ変えられますよね、オンリーレビューで。だから本当にそこは大変だっていうふうな、やっぱああいうふうには言ってますね。教室の中でしっかりやれたっていうのは良かったなっていうふうに思います。まあでもこの VR を入れる限りはさ、うん、あのこういうことがあるという前提でやっていて、はい、そうです。だから昔で言えばさ、あのレフリーっていやでもそれを俺はそう見たでよかったけど、この VR 入ってる時ってやっぱそれを客観的に見たら、うん、あ、自分はノーマルではこう見たけどやっぱりこれはレッドなんだっていうためには、選手を説得させなきゃいけない時にさ、やっぱりごめんって言った彼のあの姿勢っていうのはすごく伝わったと思うけどね、うん、はい、あのだマリノスの選手たちもって言ってたけど、もう正直にそう言ってくれたことによって、あの本当にこの人真剣に判断もしたけど間違っていて、それをちゃんと伝えてくれてるっていう思いがやっぱどっかあったから、あの大騒ぎにならずにあそこでこううまく
ントロールできたかなっていうふうには思ったけどね。だから原さん、あれですよ、ある審判員が言ってましたけれども、今までって VR なかったから、翌日の例えば、まあ、昔だと新聞とか、うん、今だとヤフーニュースとか、そういったものでバッシングされるんですよね。でも今って、まあ、確かにピッチ上でこうジャッジを変える辛さはあるんですけれども、それがあることでその後のこうバッシングっていうのはなくなってきてるっていうのはやっぱりあるんで、まあ、逆にね、そうですね、うん、そこはやっぱ私も経験ありますけど、やっぱり翌日にこう名前がこういろんなところに出るとあんまりいいもんじゃなかったんですけれども、それをちゃんと正すことができて正しい方向に持っていけるっていうことがになったっていうのは VR のやっぱりすごいいいところかなというふうに思いますね。まあそうだな。でもレフリーは確かに辛いよね。自分の判断したのがちょっと違うってなる。だけどそれも含めて今サッカーってこう受け入れないと、 VR があるときはね、でないときはやっぱりそれ見えないこともあったりするから、それも今度は受け入れないといけないから、なかなかそのあれだね、このディビジョンによって今 J1 だけこうやって入れて J2、J3 は入れられてないじゃない。だからそこはそういう前提の中でやってるっていうことをこう全員が理解してやんないとねいけないんだろうなっていうふうに思うけど、まあただ基本はやっぱりこう審判を本当にリスペクトするっていうか、ピッチ上ではまず審判がいないと試合できないし、審判の判断をやっぱりリスペクトするっていう精神は忘れていけないよなっていうね、どんなカテゴリーであってもねと思うな。よくやってるよな審判はね。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。